戦場を混沌で染め上げてやろう。嵐吹く予感に似たり、町人の力期待している。ああ、その曇りなき目で見届けてくれ。勝ったら料理をたくさん作ってあげる楽しみ。闇はいつか滅するが定め。守備は上々。漆黒の闇に散りゆくがいい。男福島、決めるぜ。この異界に呼ばれし者の多くは信じがたいほどの非凡の才を備えているが、君もまたその一人のようだな。とても下界の住人とは思えない。いや、人間の力を侮っているわけではないが、人は非力で脆い。故にこそ己を鍛え、知恵を磨き、強くあらんと精進するのだ。なるほど、弱さを自覚しているからこその強さということか。生まれながらに力を与えられている神々には決して得られぬ泥臭い強さが人にはあると俺は思っている。戦界に住まうお前は果たしてどちら側なのだろうな。私は生まれながらに才に恵まれていた。君たち人間の力には敬意を表するが、どちらかといえば神々に近い存在なのだろう。とはいえ、人には人の、神には神の、仙人には仙人の果たすべき役割がある。優劣を比べたとて得るところなどない。そうだな。ではこれからもよろしく頼む。君たち人間の泥臭い強さとやらに期待しているよ。連合軍の力を認めた竜ハヤブサは、ダッキから離反し、オーディン軍の内情を明らかにした。オーディンは成長したイグドラシルの力を利用し、大攻勢に出ようとしている。今度は連合軍が守勢に回らざるを得ない。世界を救うには、この絶体絶命の状況を何としても切り抜ける必要がある。英雄たちは総力を挙げて迎撃に臨んだ。
ロキ、お前の言っていた大切なものとは友のことだったのだな。ああすまない。ペルセウスのことはもっと早くに打ち明けておくべきだった。彼を蘇らせるという新たな目的を得た今、私にもう迷いはない。全力でオーディンに抗い生き残ってみせる。良い覚悟だな、ロキ。その力頼みとさせてもらうとしよう。早速だが、敵の陣容をお前はどう見る？部隊の主力はアースガルズの者たちだ。おそらく彼らが率いる怪物はユグドラシルの力で強化されているはず。うん、一筋縄では倒せんということだな。面白い。ならばその怪物とやらの相手はこの俺が引き受けてる。お前たちは残りの雑魚どもを片付けて。両夫よ、その部を万有で散らす気か。怪物には腕輪の力を持つ者たちで協力して当たる。最強というなら聞き分けるがいい。そうですね。難敵ですが、我らが一丸となって戦えば必ずや退けられましょう。どうやら話はまとまったようだな。では進軍開始といこうか。未来への希望をここでついえさせぬためにもな。こそこそと目障り、葬り去ってくる。侮れぬ敵の数、オーディンもやるではないか。まずは前線の拠点を押さえねばならぬな。民に認められし者たちよ、この窮地お前たちの力で脱してみせよう。時が惜しい。早々に決着をつけろ。敵を制圧せよ。果敢に攻めよ。よし、敵を掃討する。いいけかくん、攻め時逃すべからず。当たって砕けないよ。突撃。敵を滅せん。行くわよ。我らの闘志で敵陣を引き裂く。なんと天敵の力だ。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。出ました。いざ参る。殺しのごとく。
くやった。そのまま行け。負けない。抗うだが滅びの運命から逃れることはできん。連携の取れた良い動き、さすがは人間たちだ。だがこのままではいずれ押し込まれてしまう。私困ってます、助けてください。あなたならばと思っておりました。そして別れた日のこと。ロキ殿、何かおっしゃいましたか。いや、気にしないでくれ。今は目の前の敵に集中しなくてはね。見事な手際だった。そう言っておこう。諦めん、俺は最後まで諦めん。厳しいようだ。だがこれ式で終わる私ではない。雑魚のくせになかなかしぶとい。今気がついたけど、この状況結構危ないみたい。いざ参った。活路も見出せず破れてしまうのか。聞かせてもらう。もっと力をつけないと。腕立て1日1000回は絶対直します。腕輪の力を得た者たちでも耐えられんとは。俺も出ねばなるまい。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。厳しいようだな。このままでは前線を崩されよう。ひとく、俺と共にこの雑魚をぶちのめすぞ。救援感謝します。余計な世話をかけたな。いざ参り。力を及ばずか。申し訳ございません。行くわよ。
戦しているようだな。前線が崩されることは避けたいんだ。今日はもう勘弁してやる。ほう、やるな。これからもその調子で励むがいい。いざ前敵を討滅せん。よし、待てて。役に立てるなら嬉しい。余興はこれくらいで十分だ。さ、奴らの根城を攻め滅ぼす。おう、直接わしを狙ってくるとは。よかろう、神々の王が相手だ。この敵の狙いは本陣か。一旦引いて守りを固めねば。結局私でしょ。怪人の力借りるわよ。お前こそ真の三国無双だ。行くわよ。行こうぜ。やったるな。うぬがぶ見事ぞ。敵の狙いは本陣よ。みんな交代して守りを固めて。熱せぬもののあるべきか。どうかな。それで死ぬのか。次この状況もはや覆せないのか。みんな手こずっているようだな。今より冥府の王が力を貸してやろう。さあ反撃開始といこうか。相変わらずのようだな、ハデス。わしより年増だというのに随分と若く見えるだろう。まゆっくり話をするのは後だ。まずはオーディンを始末しないとな。ハデス、なぜ奴がここに。まあいい、邪魔をするなら排除するまで。はっ、子供だましだな。そんなものが俺に通用すると思っているのか。結局私でしょ。怪人の力借りようよ。奴もただの雑魚ではないよ。どちらが上か、いずれ決着をつけてやる。余計なことをしてくれたものだ、ハデス。今回はここまでにしておこう。やったるぜ。チッ、オーディンは逃した。仕方ない。残った奴らを一掃するぞ。いざ参る。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。久しぶりね。弟が心配で冥府から出てきたの。まあそういう話にしといてやっても。ガイア、お前まで来てたのかよ。よし、役に立てる。あなたご助力いただき感謝いたします。やろうけど、人間にしてはここまでよく戦ったもんだ。さあ残りの敵も片付けるぞ。行くわよ。
素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。尽力により乗り越えられたという。さて一段落ついたところでハデス、何か話したいことがあるのではないか。さて改めて皆に紹介しておこう。この者はハデス、我が兄にして冥府の王よ。よろしくな。みんな念押ししとくけど、お兄ちゃんは俺だぞ。こんななりだから逆だと思われがちなんだが。ゼウス殿の兄上でしたか。先ほどはご助力いただきありがとうございます。ところでハデス殿は何故この異界に。無論オーディンの企みを阻止するためだ。全ての世界を葬るなどというふざけた計画、絶対に許すわけにはいかないからな。とかっこよく決めたかったんだが、実はもう一つ理由がある。そのことで俺はお前たちに詫びておかねばならん。詫びですと。おじ上、それは何のことです。そもそもこの異界での騒ぎの発端は、ラグナロクで死ぬはずだったオーディンが生き延びてしまったことにあるんだが、そうなったのは俺が冥府に来たあいつを助け聖者の世界へ送り返してしまったからなんだよ。何ですと。冥府の王たるおじ上ともあろう方が、なぜそのような断りに反したことを。すまん、ちょっとした出来心だった。それがまさかここまでまずいことになるとは。あの時の自分を殴ってやりたいぜ。大方オーディンの口車に乗せられたのでしょう。情けない話ですが、かつては俺自身も。アレス、お前もか。おじとおいが揃ってやらかしちまうなんて情けない話だよな。ま、そういうわけだ。今回の騒動には俺にも大いに責任がある。ぜひともお前たちに協力させてくれ。もちろんよハデス、しっかり反省してみんなの力になってあげなさい。わかってるって。やらかした分を取り戻して余りあるぐらいの活躍を見せてやるよ、おばあちゃん。それは楽しみだわ。ってハデス、おばあちゃんはやめなさいよね。さあ乗ってきたな。
オーディンたちは追い返したけど、これからどうしたらいいのかな。やっぱり魂のありかを探さないといけないんだよね。うん。しかしここまで調査を進めてきたが、未だに明確な手がかりは得られていない。このまま探し続けるにしても何か新たな手を。オーディンの魂ならユグドラシルの中だぜ。今なんと。だからオーディンの魂ならユグドラシルの中にある。間違いないぞ。おじうえ、なぜそう言い切れるのですか。冥府の王は執念深いんだ。逃がした魂の特徴は決して忘れない。だからその昔、冥府から送り出したオーディンの魂のこともちゃんと覚えているし、大体どこにあるかも感じ取れるぜ。ハデスさん、すごい。私たちずっとそのことを調べていたんだけど、なかなかわからなくて困ってたんだ。これほどあっけなく魂の所在がわかると、冥府の王にはもっと早くご出馬願いたかったものだ。ではすぐにでもユグドラシルへ向かいましょう。これ以上オーディンが力を得る前に魂を滅ぼさなくては。待て待て、ユグドラシルの周囲にはオーディンの手勢が幾重にも防衛線を張っている。突破するには策が必要だぞ。ならばいくつか部隊を編成し、各々別の場所から一斉に攻撃させよう。敵は動揺し、守りにほころびができるはずだ。そこを一気に突破してユグドラシルを目指すか。うん、いけるかもしれないな。では早速部隊の編成と攻撃地点の選定を進める。おそらくかなり大規模な作戦となろう。準備を念入りに、抜かりなく進めるぞ。